然ですが、皆さん、8月25日が何の日かご存知でしょうか？ふむ、ふむ。そうです。自分のプニプニメイン赤の誕生日です。なのでボックス紹介していきます。さて、1年間プニプニに捧げた結果、どうなったでしょうか？では行こう。それでは入手順にして見ていきます。最初に選んだ S ランクは、椿姫ですね。なんで選んだのかは覚えてないです。ここで自分史上初の Z ランク以上キャラの夏読みです。必殺技の連発性が高く、初期のスコア立て大活躍しました。スキルのサイズアップのおかげで、必殺技がダメやす、初期の頃は大活躍しました。ここでスコア立てポイントにて入手できる、強バフのドグシャッコーです。バックスルーやスコア立て活躍しました。ここで初の Z ランクバフの、熱流神栄対パンドラです。ゴルフのレベル6報酬でゲットできました。ここで入手できたのはでかかったですね。ここでスキル強強のスコアアップキャラの、覚醒赤鬼です。現在進行形で使ってるスコアアップキャラですね。ここで初のトリプルゼータキャラのナイト、ニャーサーです。確かネロキ復刻画書の時ですり抜けて出た気がする。コント調子乗ってめっちゃ育成しましたね。ここで仮面ライダーコラボのゼットバフですね。あんま使わなかったですね。ここで10連なんちゃらコインにて、覚醒インマをゲットしましたね。今でも大活躍ですね。ゲットしたのはいいものの、全然使わなかった。ここでプリティ復活枠のお祭り姫、7周年コイン G で出た気がします。カッパちゃんも同じく7周年コイン G で出ましたね。ここで初代即打ちキャラのイケメン魚です。こいつも同じく7周年コイン G で出ましたね。周回でめっちゃめっちゃ活躍しました。ここで出てくれたのはありがたかったです。ここで2体目のトリプルゼータのググツ剣王です。ラスちゃんで引けた記憶が、スキルは強いが、必殺技が弱、あんまり注目されないキャラですね。ここで2代目の即打ちキャラのロウロキです。ネロキの介護官ですが、周回で大活躍しました。ここで初の封印ボスの入手です。不気味最強スパフィのサクちゃんです。自分の初イベント攻略ですね。しっかり監督しました。ここら辺からエヴァンゲリオンコラボです。ダブルゼータバフ最強格のアスカをここでゲット。スキルがめっちゃ強く、スコア立て大活躍です。ここで人権妖怪の一人でもある暴走エンマをゲットです。この子はスペシャルコインダブルゼータでゲットできました。マジで運良かったですね。封印ボス攻略なので大活躍してます。エヴァコラボの目玉のシンジガイウスですね。スキルが珍しいので、刺さるときは刺さりそうですね。今後の活躍に期待です。追加のカオルくん。初代トリプルゼータシンジくん、スキルがスコアタ強敵攻略、共に強く、育成しています。おはじきレベル報酬の第9の使徒、必殺技スキル共にスコアタで強く、スコアタにてお世話になっています。同じ、おはじきレベル報酬の言動さん。またまた、同じ、おはじき報酬の第10の使徒。そしてこのイベントも攻略で、封印ボスキャラのエヴァ、第13号機ゲット、3代目の即打ちキャラです。今でも愛用している強キャラです。確か鉱物がパンで全然落ちなかった記憶が、貫突できないのは残念でしたね。確か復刻でゲットした不動馬さん。ここら辺から正月イベントです。イベント形式はゲートでしたね。イサマッシュ族効果アップ持ちの闇剣王、確か単発で黒玉から、ギター演出で出た記憶が、良かったです。トリプルゼータ最強格で、めっちゃ強いですね。ここで、初の、スコアタポイント交換キャラの、キモナシ先生、ゲートにて使いたかったので、交換しました。ゲート報酬のソラスケ、復活スキルが優秀です。封印ボスの夏目をゲット。このイベントは封印ボス周回しやす。余裕貫突できました。必殺技スキルともに優秀でめっちゃ強いです。復刻で当てた剣王。ここら辺からリンネとセツナのイベントです。初のトリプルゼータ復活のリンネです。このイベントの封印ボス演習隊隊長、使ったことがないですな。おお、ここで極土の購入し、これはこの時のゴルフ報酬の極、妖怪選べるコインにてゲットしました。今時、めっちゃ元気ドリンク周回頑張りましたね。極土は周回イベで大活躍ですね。ここでも人権妖怪、極閻魔を入手です。このイベントは、閻魔祭をアイポイントで入手、リンネ祭を復刻画書で入手で、合体させ極閻魔を入手しました。ここでゲットできたのはでかかったですね。ここでブルジョアジーをゲット、ニャンボコイン10連から出ました。そして、ニャンボ10連の Z ランク以上、覚醒枠が、分身スサノーです。
ここら辺からプニシンの闇イベントです。そしてこのイベントも無事攻略し、封印ボスキャラの時刻点がガレゲットです。スキルが自身のデカプニフリと溜まった状態により、ご来光のようにデカプニフリキャラがいなくても、脱出周回ができるのが強みですね。ここら辺から熱流しイベントです。馬車の目玉である熱流暗部伏流です。特に語ることはないです。そしてここでダブルデータ最強格の双竜神竜、熱流しエラベールコインにてオロチ衆をゲットし、この時配布された里場、ユータと合体し、ゲットできました。ニョロロン種族効果アップ持ちでめっちゃ強いです。そしてこのイベントも無事攻略。封印ボスキャラの熱流暗部隊長令をゲット。スキルがビーバー加速に武器人の種族効果アップ持ちで、武器人攻略するのに必須な存在です。そしてまたまた種族効果アップキャラ、熱粒子ダブルデータエラベールコインにてゲットしました。そしてここら辺からニャーサ王物語最終回イベントです。トリプルデータ初のタップ技のニャーサ王、自分が初めてスコア谷で100を下したと、のメインキャラがニャーサ王だったので思い入れのあるキャラですね。そしてこのイベントも無事攻略、封印ボスキャラである聖杯の闇ゲット、弱いですね。そしてここら辺から龍魔神イベントです。そして馬車の目玉キャラのグブス不動馬、スキルが溜まった状態消したデカプニが再度降ってくるで、スコア多周回ともに強、万能キャラです。そしてこのイベントも無事攻略、封印ボスキャラのバニーイートで、不思議のスパピ枠です。この時は貫突できましたね。そしてここでニャーサーエラベールコインにて、ウンチッチホームズをゲット。そしてここら辺からサンデーコラボイベント、そして馬車の目玉キャラの天才科学者、ハイバラアイ、スキルにビーバー加速にプリティの種族効果アップという組み合わせで、強敵攻略にはもってこいの性能をしています。ここで復刻馬車にてトリプルフェイスアムロトールをゲット、スキル2を解放していないものの、スキル1が溜まった状態で周回にも使え、必殺技が太陽消しでめっちゃ強いです。そしてこのイベントも無事攻略、封印ボスキャラの陣をゲット。そして運が限界突破した結果、ニャンゴ単発で鎧武神不動馬をゲット。そしてここら辺からプニシンの闇イベント、タップでデカプニに、スキルがデカプニ消し回復と、反撃スコア谷にもってこいの性能をしています。そしてこのイベントも無事攻略、項目点汚れをゲット。そしてここら辺から東京リベンジャーズコラボです。ガシャ目玉の佐野万次郎、正直あんま強くないです。そしてこのイベントも無事攻略、封印ボスキャラの芝大樹をゲット。溜まった状態スキルを持ち、必殺技が太陽消しという強力な必殺技とスキルの組み合わせでめっちゃ強いです。そしてここら辺から熱粒子にイベントです。ガシャ目玉キャラの守護役里場優太、このイベントにて貫突できた炎流、復刻で当てた友人覚醒優太、そして封印キャラの指南役福利優。そしてここら辺から進撃の巨人コラボイベント、おはじきランキングもあり育成してますね。そしてガシャ目玉キャラのミカサ、そして封印キャラの周囲の巨人エレン、しっかり貫突してます。復刻で当てた超大型巨人アルミンとリヴァイ、スキル2解放済み、スキルマックスです。そして記憶に新しい龍魔神イベント、豪傑種族効果アップ持ちの強キャラグブツ軍神、そして封印ボスキャラの忍鉄ゲット、トリプルゼータ初の出にくいスキル持ちのキャラです。スペシャルコイントリプルゼータから出た超銀少林ね、トリプルゼータ最弱で有名です。本当にいらない。そしてここら辺から10周年イベント、ガシャ目玉キャラのアサシンエンマ、そして軍神と同じスキルの組み合わせのダイオウイカかもね。そして初の UG ランクであるグロスエンマゲット、スキル1にご来光スキル、スキル2は抽選となっており、特におはじきの火力アップが強く、曲げれもない人権妖怪です。おはじきイベントでしたが、ゲットできてよかったです。ちなみにスキル2はおはじき火力アップになってます。そしてここら辺から10周年後半イベント、ガシャ目玉であるヤシャエンマフェス、そしてプニ史上2体目の UG ランクのシュカフェスゲット、必殺技がスパフと火力が高く強力な妖怪です。そしてここら辺から龍魔神イベント、目玉キャラである共演術器具も必殺技が全体攻撃となっていて珍しく使いどころがありそうな妖怪です。おはじき報酬キャラである完全体シオン、必殺技とスキルの組み合わせが特殊で、スコア谷て半永久的にループができ強いです。そしてこのイベントの UG ランクの龍魔超人剣王、 UG の中では弱いと言われていますが、必殺技スキルともにそこそこ強く、自分は全然使える妖怪かなと思ってます。そしてここでお祭りコインにて Z ランク最強バフであるマゼラボルトゲット。以上、こんな感じです。
ランク順にして見ていきましょう。トリプルゼータランク以上は3ボックス突破と、1年間でなかなか強くなったんじゃないでしょうか。それでは今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録、高評価だけでもお願いします。お疲れ様でした。みんなも、了解。ゲットじゃぞー。